大会に出るのか。俺たちは秋田の花輪サッカー少年団だ。よろしくな。これが花輪小サッカー少年団の双子プレイヤー橘正雄和夫兄弟との出会いだった。全国少年サッカー大会第一試合で翼たち南葛 SC を破った明和 FC と引き分けるほどの強敵。南葛 SC と決勝トーナメント進出をかけて予選リーグでぶつかり合う。双子ならではの息の合ったコンビプレーを見せる橘兄弟。南葛は翼・三崎のゴールデンコンビプレーで対抗する。マゾ、この二人できる。得点は南葛が先取するも、試合後半橘兄弟の秘策アクロバティックな空中サッカーで同点に。見たか、俺たちのトライアングルシュート。しかしジャンプしていた和夫と南葛 SC の西尾が激突。西尾が負傷し、代わりに石崎が出場する。その後も橘兄弟は空中サッカーで南葛を苦しめ、石崎のミスキックによるオウンゴールを誘発する。石崎を攻めるチームメイト、この試合が終わればまた転向してしまう三崎が取ります。また石崎もミスを取り返そうとボールをインターセプトし、渾身のロングシュートを放ち、三崎のプッシュにより同点に追いつく。このままのスコアなら決勝進出が決まる花輪。コンビプレーで守りきろうとする橘兄弟、翼と三崎もまたコンビプレーを見せ。三崎くん、上だ。そうか。翼による空中サッカーからのゴールで決着。くそ俺たちは精一杯戦ったんだ。最後までビシッと行こうぜ。決勝トーナメント俺たちの分まで頑張ってくれよ。うん。1回戦を勝った南葛中の2回戦の相手は神奈川県代表錦ヶ丘中。この試合1回戦で怪我をした翼を休ませようと南葛の選手たちが奮起。その結果試合は6対0で南葛中が勝利。危なげなく次戦へと進んだ。そして3回戦の相手は秋田県代表花輪中。翼とは小学校の時に対戦したことのある橘正雄和夫の兄弟は打倒南葛に秘策を持って挑む。花輪中の橘兄弟はアクロバティックなサッカーを得意としている。しかし彼らのプレーに惑わされては相手の思うツボだ。自分たちのペースを守って、昨日の錦ヶ丘戦の時のいいリズムを忘れず思い切っていけ。今日は行くぜ兄ちゃん。ああもちろんさ。小学生の全国大会、俺たち兄弟の攻撃を止めた翼と三崎の南葛ゴールデンコンビ。でも今は南葛に三崎はいない。すなわち俺たち二人が今最強のコンビということだ。俺たちの空中サッカーで目に物見せてやるぜ。さあ南葛対花輪の一戦は試合前から両校の応援が盛り上がっています。この一戦にかける花輪中は昨日の試合の倍以上の応援団を地元の秋田県から繰り出してきました。それだけ優勝候補南葛の打倒に燃えているのです。久しぶりだな翼。うん、小学生の時以来だね。今日は俺たちの実力の全てを出させてもらうからな。悪いが南葛の連勝記録もここまでだぜ。けっ、そうはいくかい。
お前らの空中サッカーは俺たちには通用しないぜ。相変わらず元気なやつだな。あの時みたいに今日もオウンゴール頼むぜ、サール。なにを。行くぜ翼。美咲のいない今、お前一人じゃ俺たち二人は止められないぜ。確かに美咲くんはいない。でも今の俺にはチームのみんなが、大勢の仲間がいるんだ。村沢くん、激しいタックル。パスを回す長野くん、ここは抜かせません。ここでチャンスを潰します。ここは抜かせません。ボールを奪った。なんか、これは戦い方を変えてきたようです。ここは好きにさせません。翼くん、タックルを決めた。どうだ、チャージが決まった。長野くん、ここで止めた。どうだ、かわした。長野くん、パスを出します。村沢くん、ここは抜かせません。和夫くん、ここはパスを出した。どうだ、かわした。長野くん、連続突破で見せます。行くぞ、トライアングルシュートだ。あと、立花和夫君、ゴールポストに向かってジャンプ。これは立花兄弟得意のゴールポストを蹴り上がってゴールの遥か高みから攻撃を仕掛けるトライアングルシュートだ。そうはいくか。これはうまい、石崎くん。和夫くん、ポストが揺れてジャンプできない。ボールは森崎くんががっちりとキャッチ。どうだ、見たか、俺様の空中サッカー破り。いいぞ石崎。ない頭でよく考えたな。まさにサルジエだ。なんたって俺は昔のオウンゴールの借りがあるからよ。くそ。やるしかないな、カズオ。あ、兄ちゃん。おっと、公式。カズオ、ここだ。おう。なに、行け。俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは決まった。これぞまさにアクロバットサッカーの真髄。立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか、南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。行け。よし、杉君、素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。横にかわして突破。杉君、必殺のシュートでゴールを狙う。これはキャッチできない。高田君、それこれをトラップ。決まった。ドリブルでボールを運ぶ。塩田君、ボールダッシュ成功。よし、奪い返した。それそれ、大田君、激しいタックル、体ごとぶつかっていった。中村君、このスライディングが決まった。よし、大田君、激しいタックル、鋭いスライディング。マサオくん、ここはパスを出した。おっと、攻守交代だ。翼くん、ここからチャンスを作れるか。渾身のシュート、必殺のシュートを狙った。吉倉くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。ここでこれが俺たちの力だ。
長野くん激しいタックル。滝くん、パスを出します。このパスは通らない。あとドリブルを見送る。そら岩見くん、ロングボールを送る。翼くん、ダイレクトでパス。長野くん、スルーパスを狙う。このパスは通らない。守備陣の隙間を狙う。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。よし潮田くん、ここからチャンスを作れるか。相本くん、ここはパスを出した。ここで奪った。岩見くん、激しいタックル。杉くん、横にかわして突破。次々にかわしていく。ここからビュートを持っていく。何がボールに食らいつく。ボールに突き刺さった。杉くん、鮮やか。決めてやったぜ。そら、マサオくん、ここはパスを出した。滝くん、ここは抜かせません。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。村沢くん、ボールを奪うことができません。長野くん、スペースにパスを出した。浜井くん、ボールダウン成功。かわして振り切った。木杉くん、激しいタックル。守備陣の隙間を狙う。さあ、ゴール前です。木杉くん、力を込めて強烈なシュート。キーパー反応するも決まった。やった、決まったシュートでゴールをゲット。どうだ、それ長いパスが通った。中杉くん、ここは抜かせません。そら、あとはドリブルを見送る。パスを出します。はぁ、そら、体ごとぶつかっていった。翼くん、激しいタックル。チャージが決まった。それ岩見くん、ボールダッシュ成功。それよ翼くん、お箱のヒールリフトだ。シュートで持ち込めるか。チャージが決まった。はっ、岩見くん、このパスをカットします。中里くん、素早くつなぎます。もらった、かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。キスギ君、クラシンのシュート。キーパー反応できない。キスギ君、これくらい決めて当然さ。はぁ、もらった。なんだっけ、ここだ。そら、そら、このパスをカットします。それは、石崎くん、ロングパスを受けます。滝くん、ここはパスを出す。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。はぁ、加藤くん、ここはパスを出した。加藤くん、飛び越えた。高杉くん、ここで止めた。ボールも奪った。体ごとぶつかっていった。長野くん、ここからチャンスを作れるか。村沢くん、ここは隙にさせません。ドリブルで突破。ドリブルでブロック。チャージが決まった。高杉くん、ロングパスだ。あとドリブルを見送る。伊沢、もらったぜ。かわして振り切った。このパスは通らない。加藤くん、飛んでかわした。かわした。潮田くん、連続突破で見せます。小野くん、横にかわして突破。チャージが決まった。守備陣の隙間を狙う。キスギ、キスギくん、ここは抜かせません。武田くん、ボールを狙うも届かない。パスを回す。チャージが決まった。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。中村くん、ボールダッシュ成功。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。ドリブルでボールを運ぶ。小野くん、クロスを上げた。
そのパスをトラップ。中村くん横にかわしてください。玉井くん素早く横にかわす。行け正雄くん、ひじがきシュートを放った。これはキャッチできない。高取くん、ここで前半終了の笛だ。南葛中対花輪中の一戦は立花兄弟の凄まじいプレーはあったものの、南葛がリードして折り返します。スカイラブハリケーンか、こりゃ厄介になってきたぜ。あのシュート、足には相当の衝撃があるだろう。だからそう何回もはできないはずだ。おお、なるほど。とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ後半戦。カゾウ、足は大丈夫か？ああ、まだ大丈夫だ。何せこのシュートは足への負担がかなり来るからな。ああ、そう何度もこのシュートはできん。だけどあと30分、なんとか持たせてみせる。なあ兄ちゃん。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンでこの試合必ず勝つぜ。大丸、後半の初っ端頼むぜ。へへ、オーケー。後半戦キックオフ、串与太くん。行くぜ。行くぞカズオ。おう、くそ、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。おこのままじゃ頭を。翼が俺をかばって。え、翼か、肩を。翼だ、大丈夫、これくらい試合には。翼、一旦治療を受けてこい。ああ、そうしろ。審判、一度翼を外に。両チームが給水タイムを取っている間に応急処置を受けた翼くんがフィールドに復帰します。どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大丈夫なのでしょうか。翼、大丈夫か？うん、大丈夫。もうあの防ぎ方はできないけど、プレイはできるよ。さあ、残り時間、気合を入れていこう。翼、俺たちは手を抜かんぞ。ああ、それが勝負の掟だ。両雄、ここで激突。空中でぶつかり合う。両者もつれるようになった。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。よし、杉君横にかわして突破。玉井君、このスライディングが決まった。あっと、奪い返した。それ高杉君、これはパスを出した。長野君、激しいタックル。なんかされ、ここは全力のプレーで勝負を掴み取りに来た。武田君、ここで止めた。塩田君、センタリングを上げた。両雄、ここで激突。空中でぶつかり合う。あっと、これは相打ち。石崎君、素早くつなぎます。大本君、このスライディングが決まった。横を駆け抜けた。相本君、敵陣を切り裂く。なんか、この下半身がどうそうするか。相本君、クロスを上げた。小田君、ここで止めた。体ごとぶつかっていった。石崎君、
ここは抜かせません。横をすり抜けた。体ごとぶつかっていった。伊沢くん激しいタックル。中村くん、そら浅尾くん飛んでかわした。伊沢くんここは抜かせません。いけ杉くん素早くつなぎます。タッチくんセンターラインを越えて攻める。高田くん激しいタックル。川合くん素早く横に倒す。小田くんパスを出します。長野くんスペースにパスを出した。鋭いスライディング。武田くん素早く横にかわす。守備陣の隙間を狙う。正雄くん飛んでかわした。チャージが決まった。花輪の守りは厚い。長野くんパスを出した。玉井くん素早く横にかわす。これはタッチを終わります。南葛この位置からのスローイン。大丸くんパスを回す。中村くんパスを出します。高杉くんここは抜かせません。木杉くんここからチャンスを作れるか。大本くん素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。相本くんここからチャンスを作れるか。横をすり抜けた。相本くん敵陣を切り裂く。ここからテレビング。マサオくんシュートだ。中里くんここはパスを出した。そら玉井くんボールを狙うも届かない。大丸くんここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。かわして振り切った。伊沢くんセンターラインを越えて攻め込む。ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。ここは抜かせません。塩田くんパスを回す。パスを出します。いけ和夫くんここでパスカット。タッチくん力をかけて強烈なシュート。吉倉くんこのシュートに反応している。パスを出します。ここはパスを出した。そら相本くん翼くんそら激しいタックル。ボールダッシュ成功。小田くんタックルを決めた。翼玉井くんボールを奪った。はは おっと攻守交代だ。それ奪い返した。守備陣の隙間を狙う。体ごとぶつかっていった。ドリブルでボールを運ぶ。伊沢くん回転をかけてシュートを放った。よく出るゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。はは、パスを回す。杉くんここはパスを出した。力をかけて強烈なシュート。吉倉くん横を取った。ゴール隅に決まった。見たか。それ浅尾くん飛び越えた。これはごぼう抜きだ。花はチーム全員でのビッグプレーにさらに磨きをかける。塩田くんここは抜かせません。小野くんセンターラインを越えて攻め込む。ここからセンタリング。カズオ攻め立ちの強制技スカイラブ体験だ。よく勝負鋭く反応。ゴール隅に決まった。これがスカイラブハリケーンだ。見たか。キスミ君パスを回す。翼君お箱のヒールリフトだ。センターラインを越えて攻め込む。翼くん力を入れて強烈なシュート。くそ、またダメだ。決まったと思ったのに。花はゴール前からどう展開していくか。
パスを受けた。オーラ行け。ペッ、カズオ君飛んでかわした。塩田君素早く横にかわす。岩見君ここで奪った。高杉君激しいタックル。パスを出します。ワンタッチで送る。パスを出します。それ伊藤君ここで止めた。そら伊藤君素早く横に倒す。飛ばして振り切った。それを任せるか。ここは抜かせません。あとドリブルを見送る。このスライディングが決まった。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。武田君素早く横にかわす。そら鮮やかなジャンプ。それ相本君ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。ここからセンタリング。加藤君クロスに合わせに行く。何？あ！足が限界だ。くそ！ボールを奪った。仕方ない。あれをやるぞ。日本一のコンビプレイ見せてやるぜ。ここはパスを出した。ここでついに試合終了の笛です。南葛中。ベスト8進出一番乗り。立花兄弟の空中サッカーをもってしても大空を飛ぶ翼くんには届きませんでした。先生、翼の状態は？一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあなるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生ありがとうございます。なーに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ史上初の V3 は無理じゃろ。肩は大丈夫か、翼。立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。猿、今日はナイスファイトだったぜ。猿だけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。あ、本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえよ。じゃあなんで。お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のことを。とにかく俺たちは翼を倒し決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが決勝には必ず出てこいよ。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東邦学園のゾーンに強敵がいないからってなめてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。心配するな、決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあヒューガ君、怪我じゃないんだね。ああ。じゃあ3年連続で
南葛と東方で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。ヒューガさん。どうした、たけし。さっき武蔵中の水木さんが来て、ヒューガさんに伝言を頼まれたんです。それで。そうか、なんて言ってた。翼くんを倒せるのは君しかいない。決勝戦を楽しみにしている、だそうです。ちっ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。南葛小サッカー部キャプテン石崎亮、少年サッカー場をめぐり終鉄小の若林源蔵と対立していた時、転校してきたばかりの翼と出会う。翼やロベルト本郷との出会いが、弱小と言われていた南葛小サッカー部を、そして石崎本人をどんどん成長させていく。この俺がゴール決めちゃった。終鉄小との対抗試合では足を痛めながらも翼へとボールをつなぎ、終鉄小の秘策鳥かごを破って勝利への活路を開く。全国少年サッカー大会に出場する選抜チーム南葛 SC のメンバーにも合格。翼や岬、西ヶ丘小の浦べらと共に補欠ながらも全国大会出場メンバーに選ばれる。全国大会花輪戦では怪我で退場した西尾に代わり途中出場する、ミスキックによりオウンゴール。チームメイトから攻められるが、この大会を最後にまた転校してしまう美咲が場を取ります。だが責任を感じていた石崎はボールを見事インターセプト。この試合俺のせいでリードされたんだ。みんなで勝ち進んできたのに俺一人で台無しにしてたまるか。転校していく美咲のためにもこの一点俺が返してやるぜ。ミスを帳消しにする思い切ったロングシュートで得点につなげる。その後も石崎は準決勝、天才美杉純率いる武蔵、決勝戦猛虎日向小次郎率いる明和相手に顔面ブロックなど気合と根性のプレーを見せ、南葛 SC 優勝への足がかりを作るのだった。静岡県大会に優勝し全国少年サッカー大会への切符を手にした翼に、翼の転校前のクラスメイト青葉弥生が声をかける。その横に立つのは武蔵 FC キャプテン美杉純。当時少年サッカー界で一番将来を期待されていたプレイヤーである。よろしく、武蔵 FC の美杉だ。青空翼、よろしく。君と対戦できるのを楽しみにしているよ。華麗なフットワーク、パス、完璧な指揮、その姿はまさにフィールドの貴公子と呼ばれるにふさわしい。だがそんな見過ぎにはある秘密があった。翼くん、お願い、キャプテンに勝たせてあげて。キャプテン、本当は心臓が弱くてもうサッカーができないの。
弥生の言葉に衝撃を受ける翼。しかし翼は弥生の願いを断る。俺もこの大会に優勝することが夢なんだ。そしたら俺はロベルトと一緒にブラジルへ行くことになってるんだよ。サッカーの国ブラジル。そして俺はそこでプロのサッカー選手になるんだ。だから相手が誰であろうと負けるわけにはいかないんだよ。それに美杉君も俺が力いっぱい戦ってあげた方がきっと喜ぶと思うよ。そして南葛 SC と武蔵 FC は準決勝で相まみえる。さあいよいよ勝負の時だ翼君。美杉君、どんなことがあっても俺は全力を尽くして戦う。それぞれの思いが交錯する中、キックオフの時を迎えた。翼と美杉、二人の天才少年は序盤からぶつかり合う。僕は心臓病なんかに負けない。そして翼くん、僕は君にも負けない。美杉が1点を取れば翼も1点を返す。五分と五分の勝負。しかし まさか武蔵はオフサイドトラップをマスターしているのか。前半残り5分、武蔵の秘策オフサイドトラップにより翼の動きは封じられ、徐々に南葛は押されていく。翼もまた美杉の卓越したサッカーテクニックに翻弄され、その気迫を折られてしまう。叶わない。どうした翼くん、君は完全に戦意を失ってしまったのか。ダメだ、美杉くんには勝てない。立ち上がるんだ翼、お前はもう終わりなのか。俺とブラジルへ行くはずじゃなかったのか翼。頑張って翼くん、私応援するわ。だから勝って。美杉くんだってこれが本当の翼くんだとは思っていないはずだよ。このままじゃチームメイトや応援してくれるみんな、それに今まで戦ってきたライバルたちがこのサッカーボールまで裏切ることになるんだよ。心折れた翼を怪我の療養を終え駆けつけた若林をはじめ仲間たちが鼓舞する。皆の言葉にその闘志を蘇らせる翼。そうだよね、このまま終わっちゃいけないんだよね。みんなのサッカーを俺一人が壊そうとしてた。やるよ俺。気力を取り戻した翼は武蔵のオフサイドトラップを破り、離されていた点差を縮めていく。見事立ち直ってくれたね翼くん、今度こそ決着をつけよう。だが翼との対決の中で美杉の心臓も悲鳴を上げていた。みんな今まで隠していてすまなかった。僕はこの通り心臓病なんだ。だから今まで数分しか試合に出なかった。でもこの試合は違う。南葛は僕が数分出たくらいで勝てる相手じゃない。決めたんだ、これが僕の最後の試合になってもいい。その代わりフルタイム出場しよう。最後の試合を全力を尽くして戦おうと。翼くん、君との勝負はまだ終わっていないぞ。雨が降りしきるフィールドで心臓の苦しさに耐えながらも美杉はひた走り。ボール、僕のボール、ボールはどこだ、ボールはどこだ。キャプテン、ボールはあなたの右斜め前です。苦しみの中執念のゴールを挙げる。美杉くん、動いてる。大丈夫だ、僕の心臓はまだ壊れちゃいないんだ。
まさに死力を尽くしての一点の攻防、それを制したのは、まだだ。自分たちで試合時間を決めちゃいけない。最後の最後、試合を捨てずにゴールを目指した翼の超ロングシュートにより南葛 SC が大逆転勝利。やっぱり僕はサッカーをやめないよ。もし1分や2分しかプレイできなくても、僕は必ずグラウンドに立つ。そしていつかこの心臓病にも打ち勝ってみせるよ。